おはようございます。おはようございます。ただいまから6月第1回定例記者会見を始めます。はじめに市長からご挨拶を申し上げます。はい、それでは、6月の定例会見ということでお願いいたします。発表書とありますが、その前に2点ちょっと申し上げておきたいと思います。まず、1点は、6月5日に厚生労働省から2023年の人口動態統計というのが出ました。全国で、出生率、合計特殊出生率が、1.20 という数字、あるいは出生数が、過去最低をまた更新していると、そういうニュースがありました。これは飯田市の数字を見てみますと、出生率については 1.55 という暫定値で、これは前年と変わってないんですけれども、出生数につきましては、627人ということで、過去、遡れるのは昭和40年までなんですけれども、昭和40年以降で、最小というのをまた更新しているということで、国と同じ傾向が続いています。合計特殊出生率につきましては、一定の年齢の中での女性の全体の、子供を、産むかというのはそういう数字ですので、出生率の数字にはですね、婚姻をされる方が、多いか少ないか、これも非常に大きく影響しています。我々の、分析ではですね、実際に結婚してお子さんをお持ちになっている方っていうのは比較的2人3人、お子さんを お持ちの方も多いのではないかというふうに思っています。で、一方で婚姻をされない方もが増えている、そういう状況の中で、合計特殊出生率としては下がっている傾向があると、そういうふうに分析をしています。したがって、これまでも、子育て世帯、子育ての皆さんに対する支援というのは、やってきていますし、それを充実することが大切だということなんですけれども、加えてやはり若い、女性、女性に限らずかもわかりませんが、そういった皆さんが、結婚を望む方は結婚が、お子さんを望む方はお子さんがっていう、そういうことができる環境を整える、これが非常に大事ではないかなというふうに改めて思っている次第です。飯田市としてもこれまでもそういった取り組みを一生懸命やってきていますけれども、そういった観点で引き続きしっかり取り組みをしていきたいというふうに思います。で、今日のビジネスプランコンペについても長くやっていますが、若い人たちがこういろんなことにチャレンジすることの後押しという意味ではですね、これも非常に大事な取り組みということになろうかと思いますので、後ほどの発表事項についてよろしくお願いしたいと思います。それからもう1点、お手元にチラシをお配りしていますが、介護の仕事相談会ということで、こちらは広域連合の主催の授業ですけれども、今大変介護人材、不足しているという状況の中で、この介護の仕事相談会というこのイベントにつきましては、実際に介護事業に取り組んでおられる施設の皆さんに直接いろいろなお話を聞けるという、そういう機会として昨年度から広域連合が設けているということになります。ぜひご興味をお持ちの方にはお気軽にご来場いただきまして、介護事業所のスタッフにいろんな話を聞いていただければというふうに思います。6月22日の午前午後10時からと13時からということで、スバラドで開催いたしますので、ぜひマスコミの皆さんにもですね、広報についてご協力をいただければありがたいと思って、今日を改めてチラシをお配りしております。どうぞよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは発表事項にずらさせていただきます。括弧1、飯田市企業化ビジネスプランコンペティションにつきまして産業経済部からご説明を申し上げます。皆さんおはようございます。おはようございます。産業経済部長の一ノ瀬です。どうぞよろしくお願いいたします。令和6年度の飯田市企業化ビジネスプランコンペティションについてご説明いたしますが、座って、説明をさせていただきます。この飯田市企業化ビジネスプランコンペでございますが、今年度で11回目を迎えます。このコンペでございますが、飯田市内で企業に挑戦する方や新事業に取り組む意欲のある事業者を当地域の経済団体、行政等が一丸となって事業化及び事業の成長を支援し、優れたビジネスプランの選出表彰することで、企業家の皆さんが当地域で活躍していく姿を市民の皆さんに広く知っていただき、企業機運の醸成と地域の雇用や産業を支える中小企業、小規模事業者等の持続的発展を図るものでございます。応募部門は3部門ございまして、これから起業する方、起業後税務申告を2期終えられていない方を対象とした起業家部門、それから令和5年1月以降に移住した方、来年の3月末までの移住を予定の方を対象とした移住起業家部門と、業歴を問わず新事業に挑戦する方を対象とした新事業チャレンジ部門の3部門でございます。企業奨励金でございますが、企業家部門は最大50万円を最大5社まで、それから移住起業家部門は最大50万円を最大2社まで、それから新事業チャレンジ部門最大50万円を 最大2社までといたします。なお3部門の受賞者の中で最も優秀な方には最優秀賞として、さらに最大50万円を交付し、合計で100万円になるというような状況になるというような形でございます。審査につきましては、その事業の新規性、地域貢献性、あと実現可能性及び、安定運営性等々の、対する評価から行います。エントリー期間でございますが、6月7日から6月28日まで、第1次審査の書類提出締め切りは7月26日となっております。エントリーしていただいた皆様につきましては、エントリー後に飯田商工会議所の経営相談員と相談をしながら1次審査の書類を作成していただくということができます。なお飯田市と商工会議所が6月15日それから6月22日に行う飯田創業塾の受講もお勧めをしております。募集要項や応募用紙などについてはホームページに掲載をしております。創意工夫にあふれた新しい価値の創造につながるビジネスプランが多く出ることを期待したいと思っております。続きまして飯田創業塾につきましては、会議所の松本所長にご説明をいただきますのでよろしくお願いいたします。おはようございます。飯田商工会議所中小企業総監の松本です。よろしくお願いいたします。皆様のお手元には飯田創業塾のチラシがご配布されているかと思いますけれども、先ほど来お話しいただいたビジネスプランコンペの方のですね、チラシの方のですね、右隅にもですね、飯田創業塾のご案内をさせていただいているところでございます。飯田商工会議所におきましては、本年もですね、また飯田市さんのご協力、そしてですね、講演ということで地元の支援機関の皆様にですね、講演いただきながら、先ほどお勧めいたしました6月の15日そして6月の22日、全2日間にわたりまして、飯田創業塾を開催をさせていただきます。講師につきましては、ジャイロ総合コンサルタント株式会社の高橋浩二先生をお迎えをして、2日間で回させていただきます。先生におかれましては長い経験もございまして、昨年もこの先生をお呼びしているわけではございますけれども、ためにわたって学生講師をいただいていること、また、受講者の皆さんからもですね、高評価を得ておりまして、ぜひというようなお声掛けもありますと思うんですから、本番もこの講師の先生をお招きをさせていただいております。またカリキュラムにつきましては、カ
書いてる通りでございますけれども、創業へのバイダンス、あるいは進め方、ビジネスプランなどを盛り込んだ施策館となっております。対象者の皆様につきましては、プライベート等でございますけれども、もちろん創業を考えている方、あるいは間もない方などを対象に進めさせていただきます。何よりもですね、その会に出ていただきまして、みんな出ていただきまして、まあ、志を同じくする仲間をまた作ってもらえる、そんな機会もできればなというふうに思っておりますので、ぜひご案内の方をさせていただきます。また部長さんの方の話もありましたけれども、このビジネスプランコンペにつきましては、飯田商工会社の経営指導員が、まあ、支援をさせていただくわけでございますけれども、この児童エントリー期間、6月7日から6月28日の日にまでの間に、ちょうどこの飯田創業塾があるというのをですね、飯田市の皆さんと調整をさせていただきました。で、ビジネスプランコンペにつきましては、多くの皆様が課題を教えていくわけでありますけれども、この創業塾を、まあ、経験された皆様、受講された皆様はですね、多くの、まあ、勉強をしていただきまして、いい、まあ、成果を上げることもですね、実を言うと、まあ、実証されているといいますか、昨年もそんなこともありましたのでですね、ぜひ、多くの皆様がですね、この創業塾に出ていただいて、そしてまた、経営指導員、我々の指導員の、まあ、支援ですかね、を受けていただきたいなというふうに思っておりますので、ご案内をさせていただきます。飯田商工会社からは以上です。ただいまの発表事項につきまして、ご質問を受け止まります。ご質問がある方は挙手をいただきまして、指名を受けましたら、社名、氏名に続いてご質問ください。それでは、ご質問ください。はい、品の毎日新聞さん、どうぞ。品の毎日新聞は早めです。お願いします。これちょっとすぐ数字が出たらなんですけれども、今回11回目ということなんですが、これまでのその、いわゆる支給実績といいますか、何人の方にこの奨励金を支給された方が出たかということが、まあ、もし分かればお願いします。で、もう一つ、まあ、ここにも資料にも書かれてはいるんですけれども、改めてその、まあ、市としてこういった事業化支援に取り組むその意義といいますか、市の方で奨励金を出して、こういったことに取り組むことの、まあ、狙い、位置づけ、意味など、もう一度、ちょっと、お言葉としていただけたらありがたいなと思います。お願いします。はい、2つご質問いただいたかと思います。今まで今回で11回目ということなんですが、平成26年度から始まっておりまして、応募者が150人、ありました。でその中で入賞者が49人ということでありますので、49人の方に奨励金という形で、応援をさせていただいたという状況でございます。それから2点目のご質問ですが、やはり先ほど市長も言いましたように、女性ですとか、それから若者、それから移住者の皆さんのこう、まあ、応援する、まあ、環境づくりというか、まあ、そういったものをやはり、作っていくということは非常に 大切かなというふうに思っておりますし、またまあ、なかなか地域内の、まあ、産業がですね、こう、まあ、廃業とか、まあ、そういった形でこう減ったりしている、状況もありますので、そういった中でも新しい、切り口でさまざまなビジネスっていうのはまだたくさんあると思いますし、特に地域課題についてはいろいろとビジネスチャンスはあるんではないかなというふうに考えておりますので、今までも古民家を活用したゲストハウスですとか、それから、なかなか学校教育で届かないその、まあ、フリースクールですとか、コロナ禍で生まれたキッチンカーですとか、まあ、そういったものでですね、新しい戦略をですね立てて皆さん想像の、というかチャレンジするというか、そういったところを、考えている皆さん多いと思いますので、そこをぜひ後押しさせていただければなというふうに考えております。ありがとうございます。今列挙していただいた業種というのは、今までその優勝された方の例ということですかね。キッチンカーの方とかゲストハウスの方とか、そういう方もいらっしゃったんですか。はい、そうです。はい、わかりました。で、そして49人の方はこれ、この3部門合計ということでよろしいですかね。はい、当初からこの3部門で移住
移住部門は途中から始まっております。始まっておりますので、一応49人がこの3部門の累計ということで、はい、それでお願いします。他にはいかがでしょうか。はい、南市中心部さんどうぞ。南市中心部さん、これでお願いします。11年目ということですが、昨年度からの変更点ございましたら教えてください。昨年からの変更ですけれども、そんなに大きな変更はないんですが、まず部門のちょっと名前を若干変えさせていただいております。企業家部門、移住企業家部門というのは変わらず、昨年までですね、一般企業部門という部門です。つまり、既存の企業の方が新事業にチャレンジする部門で一般企業部門ということだったんですが、ちょっと若干分かりにくいということもありまして、今回は新事業チャレンジ部門という部門名を変えさせていただいたというのがまず1点でございます。あと2点ございまして、企業家部門なんですが、昨年までは業歴が3年以内とさせていただきましたけれども、今回からもうちょっと若干短くしまして、税務申告を2期終えていない方ということで、ちょっと若干なんていうんですかね、その企業をこれから志そうという段階の人と3年目の人とちょっと若干違うということで、ここは2年目までにさせていただいて、3年までの方はこの新事業チャレンジ部門の方で応募をしていただくと。あともう1点なんですが、移住企業家部門なんですが、昨年はですね、その年の1月から翌年の3月31日までにの方の移住の方の対象だったんですが、今年はもう1年前まで、戻すというか、もう1年前まで増やしまして、令和5年の1月から、令和7年の3月31日までの方と。いうことを対象にすると、理由といたしましては、移住の方ですので、移住されて、企業の準備と、若干時間がかかるということで、少しその期間を延ばさせていただいたということになります。変更点につきましては、以上の3点でございます。審査の過程とか、そこら辺のほうに変更はございませんか。はい、そこら辺はございません。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは飯田市企業家ビジネスプランコンペティションにつきましては以上とさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。それではここで、写真撮影の時間を設けたいと思いますので、皆様、前方の方までご移動いただいて撮影をお願いしたいと思います。それではここで、全体を通しましてご質問を受けたまわります。それではご質問ください。はい、NHK さんどうぞ。 NHK の場所でよろしくお願いします。先日、今月末6月4日に大下村で、リニアに関する住民説明会を行いました。でその後の記者のぶら下がりの中で JR 課からその飯田市で建設されている中間駅の見通しについて、今現在契約されている納期では、工期では実現の可能が難しいという考えを改めて示されたわけなんですけども、そうなるとやっぱり実際にこれ来月それに関する具体的な工期の説明会、住民説明会を開催するというお話をされていました。改めてこういった JR の考えを聞いて受け止めをまずお伝えください。はい、27年の開業が難しいというお話の中で、駅の工事についても何らかのスケジュールの見直しがあるだろうということは我々も想定をしていますので、そういったことが示唆されたということ自体については特に新しい思いというか驚きはないんですけれども、
7月に予定されている説明会の中で、できる限り具体的に、あるいは あまりその長期に及ばないような工期が示されることを期待をしたいと思います。それに合わせて、私どもも駅周辺整備の計画についても見直しをして、開業前に一部供用開始するという、この計画をどう立てるかということを、できるだけ具体的にできるように PR 動画には情報を求めていきたいと思います。もし家の前で常にそういった情報っていうのは、首長さん、JR 側からそういった示されているような情報があったりするんでしょうか。具体的に、工期の中身が後期の中身というかスケジュールの中身がまだ示されている状況にはないので、同じようにその遅れるということは示唆されていると、そういう状況なので我々としたら、どういう範囲で、供用開始、一部供用開始をするかとか、あるいはその場合のスケジュールだとかということをいろいろとシミュレーションしている、そういう段階です。先ほどしてもお答えの中にありますけれども、改めて今、市で、契約されている周辺整備についての影響というのも、今後それを踏まえての見直しが必要だと思いますが、どれだけのスパンです、それをどのぐらいで市としてはその計画を立てていかなきゃいけないと考えています。その辺見通しはあるんでしょうか。現在の、駅周辺整備の計画については、国の交付金を申請して、使用する予定にしているんですが、その交付金の、申請、交付金に申請の申請に必要な計画っていうのは、5年という期間で2027年度までの計画を国の方に提出していますので、その計画をこう見直しますというのを今年度中には国の方に、お示しする必要があるんだろうと思いますので、どこまでの精度で見直しができるかはこれからですけれども、今年度中に一定の見直しのスケジュール、少なくとも国の交付金の申請変更、計画変更に必要な見直しについては今年度中に、一旦まとめたいというふうに考えています。最後に基本情報で、そして今市で計画されている周辺整備の完成時期っていうのはなんか示されておりました。それが2027年開業までに間に合わせるという漠然とした表現だったんでしょうか。すみません、それがちょっと分かってるんで、はい、2027年度の開業に間に合うように、国の交付金の申請をして計画を立てています。でそれが一部というか、開業の時期が遅くなるということですので、その意味で、計画を変更するという、その手続きを今年度中にやろうということになります。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。はい、南信州新聞さんどうぞ。南信州新聞社長です。市長選まで5ヶ月切りました。はい。で以前夏ぐらいにはマニフェストを公表したいというお話もされましたが、そこら辺はもう準備進んでいるかどうでしょうか。まだ具体的に、進んでいると言える状況ではないんですけども、前回の、2020年の選挙の際には、9月に入ってからマニフェストをお示ししていると思いますので、夏っていうのはどこまでかというのがありますが、その9月の上旬ぐらいまでの間にはお示しできるように準備をしたいと思います。で今回の2期目に向けたマニフェストで重視したい点もしございましたら、もし合わせて入っていますけどお願いします。そうですね。この4年間の間に、前回のマニフェストで、すでにこう達成していることもあれば、
新たな課題として出てきていることもあります。例えば信州大学の、水研究の実証ダウンという話が出てまいりましたし、先ほどご質問いただいた、リニアの周辺整備についても開業時期が、後ろ倒しになったことで、一部供与開始という駅周辺整備について一部供与開始という、まあ、新しいテーマが出てきていますので、まあ、そういったものについてはまずは盛り込むということになります。それから、先ほどの冒頭ご挨拶で申し上げましたように、人口減少に歯止めがかかっていないという状況が続いていますので、若者あるいは女性が活躍できる、そういった地域づくりについて、マニフェストの中でもぜひ触れなければいけないのではないかというふうに考えています。まあ、もちろんマニフェストを示する以上は、まあ、全分野について研究する必要があると思いますので、まあ、これから全体像については作っていきますが、今申し上げたような新しいテーマ、それから、引き続き、重点的な取り組みが必要なテーマについてはしっかり盛り込めるように準備をしたいと思います。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは6月第1回定例記者会見を以上とさせていただきます。ありがとうございました。